県立総合体育館で開かれた第43回朝日九州選手権大会には、長崎サンライズ、佐世保 WBC、 西海市のシーウエストを含む九州の11チームと、今回初めて韓国のチームが特別参加しました。結成45年目、去年初優勝した長崎サンライズは県勢で唯一準決勝に勝ち上がりました。エースは大村市出身の溝口亮太選手、22歳。去年9月、男子23歳以下の世界選手権で初優勝した日本代表メンバーです。一発目とか自分が積極的に打っていくことで、自分の調子も上げてチームの雰囲気も上げたいなというふうには思ってます。決勝進出をかけて鹿児島の薩摩ポケモンと対戦。長崎サンライズは序盤からエース溝口にボールを集め、第2クォーターを18対21の3点ビハインドで折り返します。第3クォーターは薩摩に主導権を握られ、25対35、差を10点に広げられます。最初のディフェンス全部流れになる。パンって前で止めれることがない。パンって一回止めてみよう。最終第4クォーターでの挽回を目指し、気合を入れ直した長崎サンライズ。4月からキャプテンを務めるガードの小川翔太選手がプレーで引っ張ります。キャプテンとして点を取ることで全体の士気が上がるかなっていうのもあって、積極的に狙ったなっていうのはありますね。小川が開始早々シュートを沈めると、溝口がエースの意地を見せます。溝口の連続シュートで4点差まで詰め寄りますが、反撃もここまで。35対43で敗れ準決勝敗退。3位決定戦は女子の九州ドルフィンに45対42で競り勝ちました。若い選手がすごい多いチームではあるので、やっぱその若さを武器にしたバスケットというのを、これから目指していこうかなというふうに思ってます。僕の目指しているところは A 代表に入る、でパラリンピック世界選手権出場っていうところなので、フィジカル面が一番僕の中で課題なので、そこのフィジカル面がついてくれば、アウトサイドシュートとかゴール下での力強いプレーも自然的に上がってくるのかなと思いますので、頑張りたいなと思ってます。決勝は初参加の韓国ヘグシティ WBT が薩摩ポケモンを86対25の大差で破り、初優勝を飾りました。